どうも、としおです。今回はスラムダンクのアニメ第3話、アニオリシーン&見どころまとめということでやっていきたいと思います。毎度のことを原作とアニメでの細かなセリフの言い回しや表現の違いなどは割愛させていただくのと、あくまで一個人から見た見どころの紹介となります。一部内容のネタバレも含みますのでご容赦ください。では早速行ってみましょう。まず今回のアニメ第3話は原作コミックの5話と6話の内容となっているので、ちょうど原作2話分の消化です。内容的には前回の2話に続いて花道と赤城のバスケ対決の途中から始まり、対決が終わって赤城と春子が兄弟だったことが発覚するまでになります。そんな第3話のアニオリシーンは2つあります。まず1つ目は赤城のダンクシーンです。花道と赤城のバスケ勝負は赤城が10本シュートを決めたら勝ち、対する花道は1本でもシュートを決めたら勝ちといった勝負です。原作コミックでも赤城は9本目でダンクを決めているんですが、アニメだと原作にはない7本目のダンクシーンが見れます。ちなみに次の8本目のシュートも原作コミックだとダンクというよりは普通にゴール下でシュートを放ったように見えるんですが、アニメでは思いっきりダンクを叩き込んでいます。2つ目のアニオリシーンは赤城と小暮の入部当初の回想シーンです。実はこのシーンは原作コミックだと後に三井が体育館に乗り込んできた時に出てくるシーンになります。ただアニメ版だとこの第3話の初期段階でもこの回想シーンが挟まれています。内容としては湘北バスケ部の先輩たちの前で当時1年生の赤城や小暮たちが自己紹介をしているところから始まって、その後1年生同士でミニゲームをしているシーンですね。で、一つ気になったのはこの第3話の回想シーンの中では三井らしきキャラクターがいません。このミニゲームの中で赤城のディフェンスをかいくぐってシュートを決めようとしてくるキャラがいるんですが、一見あれこれ三井かなって思わせつつ、よく見ると顔が全然違います。あとは細かいですけどビブスの番号も違くて、三井はビブスの番号が13番であったのに対してこのモブキャラは19番のビブスをつけていました。次にアニメ第3話の見どころなんですが、個人的には3つピックアップしました。まず1つ目は赤城が悲鳴を上げるシーンです。ここは花道が滑って転んだ時に赤城の服をずり下げてしまうシーンなんですが、あの屈強な赤城には似つかないような貴重な悲鳴が聞けるシーンとなっています。気になる方はぜひアニメ第3話をご覧ください。2つ目の見どころは赤城と妹の春子の自宅での会話シーンです。ここはですね、なんか個人的に好きですね。目標に向かってひたむきに努力する兄とそれを応援する妹って感じなんですが、もう原作を数えきれないくらい読み返しているからか、このシーンを見ると山王戦で赤城と川田兄のマッチアップを見て心配する春子のシーンが頭に浮かんでしまいます。最後3つ目の見どころは赤城のブロックと花道のフンフンディフェンスです。まずは赤城のブロックなんですが、赤城は通称ハエ叩きと言われるブロックをよく決めるので、それの何が見どころなのって感じに思われる方もいるかもしれません。ただこのアニオリシーンの赤城が当時1年生時のミニゲーム中のブロックですね。この三井もどきのモブキャラのシュートを赤城がブロックして、なんとそのままボールをつかみ取ってしまいます。いや、これは高校生離れしたプレーといいますか、NBA でもごく稀にしか見れないようなスーパーブロックですね。そして花道のフンフンディフェンス。これは花道の必殺技でもあるんですが、作中で水戸も言っていた通り、花道の人間離れした体力と瞬発力があってこそできる技で、ものすごい速さで相手のシュートコースを全て塞ぎます。改めて思うのは、スラムダンクって作中で高校生離れしたスーパープレーはいくつかありますけど、人間離れしたプレーの代表格はこの花道のフンフンディフェンスとも言えるかもしれませんね。はい、ということで今回はアニメ第3話のアニオリシーン&見どころまとめでした。気になる方はぜひアニメ第3話をご覧になってみてください。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。